はい、昨日もなかなか荒れた天気でしたけど、福井でなんかすごい早い時期に除雪車が出動したと言ってましたけど、雪は降るのよね。誰担当って言ったの。昨日は外国人人材活用セミナーと JA の偉い人との、あと、集落への代表の人たちと交流会、意見交換をしました。薬器の大豆を上手に作ってる農家さんとばったり出会うことができて、名刺交換して来年教えてもらうことにしました。やっぱ発種時期、肥料、そして水当てだったみたい。いろいろと参考になりました。イエーイ。もうこの時期にこんな大きなお鏡作ってるわ、ね、スーパーさん納品早いですよ。まだ11月ですよ皆さん。まあなんとか間に合うようにやってます。ありゃ、なんか貢ぎ物が届いてるぞ。ミニトマト、グリーンファーム住谷様で、これはなんだ、もしかしてお米お米の試食溜まってるんですけど、どうしよう年末食べる暇がない。なんだこれは、これなんて読むの。中央アルプスからの生物育てました、長野県飯島町産コシヒカリ、コシ100、コスモ小金、はあ、なるほど、コスモ小金って読むの。へえ、ありがとうございました。でもちょっと試食溜まってます、すいませんさあ餅つき頑張ってます、頑張れ。から配達に行ってきます。来ましたよ、クレッド。いや、募集看板が、精米です。超普通じゃないコシヒカリ玄米をお客様の希望で五分漬けにします。五分漬けで健康精米で、だいたいこの辺かな、寒いとうどん、ま、あのブズキが、黒くなります。で、あったかいとブズキが、白くなるんですよね。まあ、その辺はちょっと季節によってはあのこの機械が流れコントロールしてくれるんですけど、まあ、それでも変わり、季節の変わり目ちょっと追いつかない時あって、調整することもあります。まあ、これはこれで
ちょうど僕じゃないかな。まあ、結局見た目だよね。この機械縦型になってて精米残が残りません。昔のタイプはこれ横型、まあ横にこう精米機があって中に残ったんですよね。最近のやつは優秀ですよね。ちょっとここ風当たりが強くてね、うちの84歳の母親が寒くて寝れんっていうもんやから一生懸命当ててもらってます。イエーイ。はい、明日の祝い餅ずらりです。さあパンフレットも溜まってきたぞ。あともうちょっとかな。ちょいけ、次はこれラベル貼って郵便局だ。まあそしたら、一応ほらつけたんやん。インジェクション、スロットルボディか。うん。スロットルボディ。うん。キャブレーターじゃない。あ、これがインジェクション。うん。これなんかね、俺も初めて触るから、うん、これそう。全部カップラーつないで、1,2,3,4,5ってあげる。エアクリーナーで、何これ。エアクリーナーこれになれ。アフリボックスを売って。ああ、あるけど。うん、そうなんや。やっぱ空気の炭素入れんかったら。ああ、うん。ほら、もともと小さいキャブレターやから。うん。ああ。わかるよ。スロットルボディ。ちっちゃいスロットルボディやったか。どうしてもほら、空気量いるから。うん。まあ、メーカーは、うん。こういうフィルターをつけてくださいと。より吸気効率のいいやつを。うん、まああんまりこんなのつけたくないやけど、うん、まあまあ意外、うん、どっちにしてほらここ隠れるからいいかな、うんうん、そしていろいろとほら一応プラグコードも入ってプラグソケットも入ってキャップも。あ、そうか、新品にして。うん、これやっぱね電装系とかねどうしてもねこれのこれちょっとちょぎって刺すね、うん、どうしてもつなぎ目したらほら酸化しやすいから、うん、少し切ってまた組み込んで入れちゃう、うん、ここなるほどね。でまあ新品、まあついでやで、これなんかほら、まあね、その社外品の死んだねんけど、うん、こっからオイルを塗って、オイルクーラーつけてくれちゃなんねんけど、最初からついとねんって、みんな全員がみんなはね、改造するときはオイルクーラーつけねん。いる？やっぱいねえの、88いるんや。で、ほんでメーカーに、うん、ポンプ、オイルポンプも買えんなわけって聞いたら、つけるとき、うん、オイルクーラー、うん、いや、押したら、この、カブの FI は案外ポンプが普通のカブよりも、うん、
あの許可されるというか夜が多いんやね。へえ、特別買えなくても大丈夫ですって感じで、まあ別に改善って買う気ないんやけど、うん、ここで買えてここでも開かないし、なんかなんかそんなおしゃれな、なんか、なんかあのボルトがついてるやん、派手な。これはまあこれ変えたよって知る人に別にこれでもいいんやけど、変えたか変えたか分からなくなるやん。あっちはほらスタンダード、あっちも変えたねんけど、あれはスタンダードな状態を守りたいから。黒ね、黒ね。これは別にどっちみち隠れるし、俺のまあ趣味で田んぼ水回りを使うよ、まあ赤でエプロンも全部赤になって変えたよって証拠や。なるほどね、黒でもいいんやけど、ね、でこれなんか気になるやろ。だからこれちょっとみんな色塗ろうかなって思わんでもなかったけど、まあ、まあこれメッキやろ。わかる。でこれアルマイトや、うん、アルマイト。おしゃれやがや。でも本当ちょっと下品やな。カープのエンジンにしたら下品になってきたの。だんだんだ、別にホースつないで見えへんよって。タイヤとホース買ってきて、まあそれはいいわ。まあこれまあまあどっちみち見えへんわ。いずれもオイルクーラーつけてやつけたね。問題のギボシはどうだって。問題はこれねんけど、マップ絶対触りたくないとこ、これ ECU や、うん、薄いな、なんかこんな見てゾーッとするやんで、これこのピンの穴の数見たらゾッとするな。40、88cc にそんだけいるんや。いやいやいや、50cc やって。49cc、 あ、それは49ね。 49cc やん。ああ49cc の排気量じゃコンピューターは石は適応しとらんから追加で、うん、インジェクションコントローラーっていうのつける。マップね、マップ、うん、でこれ調整できんね、いろいろと、うん、ここにほらで、俺も分からない、詳しくないねんよ、全然分かるよ。もうあんまくもう嫌ねん。マッピングやわね。マッピングせえな、ノーマルの ECU じゃダメなんて、うんうん、メーカーに聞いたら、うん、全然走りませんって、うん、電気はかかるかもしれんけど全然走りませんって言われて、うん、うん、で、これを今ここにこの図面を見ながら擬干しで、擬干しはまだついてないかや。擬干しついてない、これ大変や。まずこれ、まあこれあれや、ほらカシメ、カシメニッパーって言ってね、うん、これさっきの練習しとったよ、うん、やつで練習。あんまね、こういうことであんませんから、あんま手帳にいつもやらないけど、うん、だからこれ、まず最初にちょっと今一本切ってやろうかなと思ってんけど、うん、ここにほらもうもう緑だね、うん、ピンク緑が、うんうん、だかピンク緑も結局どれがピンク緑か分からんねって。確かにピンク全部ピンク、日本はないピンク何本もある。蛍光ピンク、ピンクもいっぱい、金ピンクの白いやつ、これ青なんか黒なんか緑なんか分からない、これなんて、うんうん、もう敷物屋の敷物っていうか年下なんかいろいろね、若いもんにどれやって感じで、これはほんでも赤っぽいやろ、これピンクじゃないもんね。間違えそう。うん、そしたらわからない。これ間違えてつないでショートでも起こしたもんで、おじゃやないね。うん。だから今スマホで検索中ね。検索してこれ。これ ACB カーブの、うん、これ ECU のこの図面。こんな出とるんや。すごいね。いや、調べてきた人に、ここにほら番号。うん。ピンク緑、うん、たらこっから1234567、7やし、こっちも黄色と黒の下やろ、いや、あるね。1234567、うん、うわ、ピンク、ピンクの全部こんなの、これか、これもでも青っぽいよ、うん、これかな、これも間違えたらアウトやね、多分これっぽいんだけど間違いないやろ。さっきの1と合わせるしかない。でこれでブッチンって切るんや。6本切らないね。どうしたーで、なんかいろいろと自分でほら、かしめて、ここにかしめ、
カシメキットあれだ。ほら、自分で全部ほら、これも自分でくめちぎってさして、すごいな、マニアックや。マニアックすぎね。だからこれじゃちょっとほらあれやから、カプラオンはあれにしよう、ちょっとわからんし、あんた目にできてん、実は言った。これ自然光でみんなわからん。そうやな、明るいとみたいな、こんな蛍光灯の薄いぐらいじゃ無理。緑か黒か、全部緑か黒かわからんもん、うん、はい、ということで今度天気のいい日に外でやろうっていうことで、はい、日が暮れるの早くなったね、えあっという間ですわ、5時済んだら。まあスーパーカブ 80cc 計画も着々じゃないよね。まあやっぱ電装系はさすがにスーパーメカニックもちょっと苦手みたいなんで果たしてうまくいくか楽しみです。イエーイ。